テント音楽祭2016フライブルク、ドイツジプシー・キングスはフランスのバンド。フラメンコに南仏のラテンの要素が入ったルンバフラメンカのスタイルのベースにポップスやロック、クロスオーバーも取り入れた演奏を得意とする。アフリカやラテンアメリカ勢と並び、1980年代以降のワールドミュージックのジャンルを担ったグループの一つとされる。当初メンバーだったチコブーチキー チコブシキー、ギター、ボーカルは、アルバム、エステムンド発売を前にした1992年に、脱退し、チコザ・ジプシーズを結成した。2015年時点では、ニコラとトニーのだけがメンバーに残っており、ツアーなどのプロモーションにおいては、ザ・ジプシー・キングスと表記されている。また、2018年に、カヌート、ポール、パチャイガチコを加えて、 オリジナルジプシーズというバンドを再結成している。ジップシー・キングスのメンバーは、互いに、兄弟、親戚関係にある、スペイン系ロマの一家である。レーエス兄弟の父である歌手のホセレーエスとバリアルド、兄弟の父であるギタリストのマニタス・デ・プラタは、重慶帝同士で、またチコは、ホセの娘子であった。ジップシー・キングスの前身は、百七十五年に、ホセが、 息子たちと、ホセレーエスロスレーエスというグループを組み、地元フランス南部のプロバンス地方で活動していたことに始まる。1979年に、ホセが没した後は、ロスレーエスとなったが、ニコラなど数名の兄弟がチコとバリアルド兄弟を、加えて新たに、ジプシー・キングスというグループを立ち上げた。ロスレーエスを続けた兄弟も後に交流し、改めて、ジプシー・キングスとなった。 このグループ名は、メンバーの名字レースがスペイン語で、王を意味するレイの複数型レースと同じ綴りであることに由来する。各地で巡業しているうち、ブリジット・バルドーや、チャールズ・チャップリンといった有名人が、まだ、メジャーデビュー前の無名だった彼らのファンになった。特に、スイスのレストランで彼らの演奏を聴いた老人が感、極まって涙したが、 彼らにはその老人が誰か分からず、後になってチャップリンだったことが分かったという有名なエピソードがある。この時のことをチコはかつて世界中を泣かせた人物を俺たちが泣かせたことが本当に嬉しかったと語った。しかし、ジップサイキングス時代に発売したアルバムアレグリア情熱の月はあまり売れなかった。世界的に有名になったのは クロード・マルチネスをプロデューサーに迎えてからである。マルチネスは、ジップシー・キングスの音楽は素晴らしいが何かが足りないと思い、もともとのフラメンコを基調とした音楽に、ポップスやロックなど、現代的な音楽の要素を加えた。その結果、1987年に発表した、ジョビジョバ・バンボレオが、フランス国内で大ヒットした。クリスチャン・ラクロアのショーで使われたり、 フランソワ・ミッテランが大統領選挙でバンボレオを使って若者の支持を得ようとしたことでも知られる。1990年、フランスの音楽賞であるビクトワール・ドゥラ・ミュージークの年間最優秀グループ賞を受賞した。日本でも老若男女を問わず根強いファンが多く、1989年、2000年、2001年、2015年、2017年に、 来日公演を行っている。テレビなどのマスメディアでもよく使用されており、以下のような例がある。また、テレビ朝日系の深夜番組、タモリクラブで1992年に始まったコーナー、ソラミミアワーでは、ベン、ベン、マリアが第1回のソラミミアワードに選ばれた。このことは、その後発売された、ジプシー・キングス、グレイテスト・ヒッツや、ボラーレ ベリーベストオブジプシーキングスのライナーノーツでも言及された。同コーナーでは2015年3月末までに33作品が採用されている。これより前にも、坂崎孝之助が空耳に注目し、1989年開始のスーパー FM マガジン、坂崎孝之助のノルソルで、元祖、ジョビジョバポップスというコーナーを始めている。上記の2アルバムは、 ジプサイ・キングス時代。日本では後日のジョビジョバベスト・オブ・ジプシー・キングスで1枚にまとめて発売されたが、欧州版のアレグリアに収録されていたうちの1曲で、あるレクルダだけ未収録になっている。ありがとうございます。